クラアップデートチャレンジの藤本麻子です。今私は長谷で5歳の子供を育てている母親です。鎌倉アップデートチャレンジとは、鎌倉をもっとより住みやすい街にアップデートしようというさまざまなチャレンジを行っています。そこで今回、鎌倉インターナショナル FC さんがみんなのスタジアムプロジェクトとして、鎌倉にスポーツにアクセスしやすい場所を作るというアップデートを挑戦しているということで、私もそのチャレンジにを応援しています。サッカー、スポーツの上手い下手に関わらず、年齢に関わらず、多種多様な人がそこで認め合えるような場所ができることを期待しています。サッカーではアメリカの女子サッカーチームのミーガン・ラピノ選手のような多様性のシンボルと言える方もいらっしゃいますので、スポーツの力で鎌倉にダイバーシティ・インクルージョンの輪を広げてくれることを期待しています。皆さんもぜひみんなのスタジアムプロジェクト応援しましょう。鎌倉インテル頑張れ。